あら、またあなた。そちらの商売には興味がないと言ったはずだけど。まあまあ、そうすぐ結論付けないでくださいよ。見てください、あなたたち冒険者協会の中には私のことを深く認めてくれている人もいるんですから。前回そちらと話し合った後にもっとお得なプランを作ったんです。例えば往生堂は冒険者協会からの要請を優先的に処理するっていうのはどうでしょう。さらに最初のお客さんには特製の箱を100個おまけしてあげます。あとあと現場回収サービスもつけちゃいますよ。一部の危険な地域は追加料金を取りますけど、リーユエのほとんどの地域をカバーしてます。あ、安心してください、とーっても安いですから。その私の考えを全く分かってないよね。分かってますって、お金の話でしょ。けど私たち往生堂が出してる条件は十分魅力的なものだと思いますよ。ほら、外での冒険には危険がつきものじゃないですか。雨が降り出す前に戸や窓の修繕を行うっていうでしょ。つまりそういうことです。そんなものを事前に準備しとくなんて聞いたことないけど。それに準備するっていうなら冒険を安全に進めるためのものを備えるべきだと思うけど、これ以上は時間の無駄みたいね。私も忙しいの。ちょっと待ってください。じゃあもう一つサービスしちゃいます。利用客が一度に10人いたら3割引きってどうですか。どうしゅう、もうやめましょう。これ以上やるとまた戦艦軍が来ますよ。見たところ往生堂のサービスを売りつけてるみたいだな。はあ、一旦往生堂に帰るしかないか。こんなチャンスを棒に振るなんて、後になって困るのはあの人たちなのに。現実から目を背けてどうするんだろう。遅かれ早かれいずれやってくることなのにね。こうなったらいつもの手段を使うしかないか。もうあなたに任せてた広告はできた？いや、すみません、まだ半分しかできてないです。でもこんなおかしな宣伝のやり方本当に役に立ちます？絶対に効果があるから安心して。これは往生堂に代々伝わる方法なんだから。まず必要としているお客さんが往生堂の門前に置かれた何も書かれていない木札を手に取り、そこに依頼内容を書いた後、門の隙間から島内へと入れる。その内容を見た私が不法だろうと仮装だろうと葬儀だろうとお客さんの要望通り満足させる。まあ面倒な方法ではあるよ。あっちこっち走り回ることにもなるし。けど一度にまとめて焼ければ。そうじゃありません、道主。俺が言ってるのは木札の役割じゃなくて、その木札に広告らしき文言が一切ないことです。いい？商売っていうのは時代に沿って変えていくものなの。往生堂だってそう。もし客層を広げずに過ごしてたらどんどん顧客を減らすことになっちゃう。業務先を開拓していくのもとても大事な仕事よ。私が同志になってからは往生堂のためにいろいろな方法を試してきたんだから。過去には他のお店と同じようにチラシを貼ったこともあるけど、戦艦軍にきれいさっぱり剥がされちゃってね。臨死一日体験を開催しても誰も来なかったし。当たり前だろう。最後の最後でやっぱり代々伝わる方法が一番いいって気づいたの。
これこそが歴代同士の知恵ってやつだね。今はいろんなところに話を持ちかけて提携先を探してる途中ってわけ。さっきの冒険者協会のようにね。つまり業務開拓を行ってるの。別の方法がいいなら、木札に一個買ったらもう一個おまけって言葉を書くとかどう？何を買うんだ？それはもちろん丈夫なもう一つの家だよ。すぐに使う予定がなくても大丈夫。往生堂の品物は質に自信があるからね。まず先に壊れるなんてことはない。さあもう引き続き広告の準備をしてちょうだい。私たちの今後の商売に関わってくるんだから。けどやっぱり俺、あ、わかった。割引が足りないと思ってるんでしょう。そうでしょう。確かに冒険者協会は新規のお客さんだから多めに割引したけど、うん、昔からのお客さんにも同じように誠意を見せないとね。うんうん、少し考えてくる。新入りさん、ちょっと待ってて、すぐ終わるから。オイラたちは新入りじゃないぞ。仕方ない。この辺りを散歩でもしながら彼女を待つか。